リードはフェンダーのエレクトリックギター。リードアイ、リードツーリードスリーといったモデルがある。フェンダーカスタムショップのグレッグ・ウィールソンとジョン・ペイジの監修の下、1979年から1982年までフェンダーで製造された。ストラトキャスターとテレキャスターの要素を設計に合わせ持つ。ストラトキャスターより若干小さく、わずかに外形が異なり、 ストラトキャスターと同様のネックとヘッドを持つ。またストラトキャスターのシンクロナイズドトレモロではなく、テレキャスターの固定ブリッジとボディ裏の弦止めを持つ。フェンダー USA で初めてスモールヘッドを復活させたモデルの一つである。リードがリリースされた1979年当時は、まだストラトキャスターはラージヘッドを使用しており、それは1981年の ダンスミスストラトキャスターまで続いた。ラージヘッドストラトキャスターから1981年のスモールヘッドストラトキャスターへの回帰において重要な役割を果たしたのはストラトキャスターではなくリードである。リードはフェンダーのカリフォルニア州フラートンにある工場で製造され当時のストラトキャスターの価格より安く設定された。既存製品の派生モデルではなく 新規にデザインされたボディやヘッド形状を備えたモデルであったが、最終的に、フェンダーのフェンダージャパンへの事業拡大時に、フェンダーのラインから、フェンダージャパンのスクワイア JV モデル2982年に置き換えられた。使用している有名なミュージシャンには、エリック・クラプトン、エリオット・イーストン、ロジャー・ミラーとスティーブ・モーズ、ルースターズの大江ニアがいる。2020年、フェンダーは、 ナム2020において、メキシコ製、プレイヤーシリーズのラインナップとして、リード2とリード3を発表した。左から、i、2、3リードアイリアポジションに特別設計のスプリットハムバッカーが1機。3ポジションのコイルセレクタースイッチ、両コイル使用時に、有効な2ポジションのハムバッカー直列、並列切り替えスイッチ。マスターボリュームとトーンコントロール。 リード2フロントとリアに特別設計の X-1 シングルコイルピックアップ。X-1 はザストラトやダンスミスストラトキャスターのフロントピックアップとしても使用された。3ポジションのピックアップセレクタースイッチと両をピックアップ使用時に有効な2ポジションのフェーズシフトスイッチ。マスターボリュームとトーンコントロール。ハードロックカフェのコレクションに加わっている。 エリック・クラプトン仕様のギターはリード2である。リード3フロントとリアに特別設計のスプリットハムバッカー。3ポジションのピックアップセレクタースイッチと3ポジションのコイルセレクタースイッチ。マスターボリュームとトーンコントロール。リード I の配線リード I3 のハムバッカーの使用直流抵抗は1 3 k オーム。12本の高さ調整可能なアルニコ V マグネットの ポールピース。リード2のシングルコイルの使用直流抵抗は7.5オーム。フラットでぐらつかないアルニコ V マグネットのポールピース。初期のピックアップは緑か灰色のファイバーボードのボビンだったが、後のモデルではストラトキャスターに使われているのと同等のプラスチック、成形ボビンとなった。共通仕様リードシリーズではフェンダーツーレイの裁判方式が使われている。 S, S が1970年代、E が1980年代を表し、最初の数字が製造年を表す。例えば、SQ5X は1979年生、E15X は1981年生である。リード I、リード2、リード3のマのュアル。正確には、ストラトキャスターのオリジナル形状とは異なり、いわば、リードシリーズオリジナルである。 リード3発表後ストラトキャスターと共に、オリジナルストラトキャスターの形状へと変更されていく。この時期のフェンダー製品には、塗料の配合ミスによると思われる、塗膜不良の個体が多く出荷されている。ありがとうございます。